日常演舞の食うたにようこそ。さて本日のテーマはこちら。ではごゆっくりお楽しみください。ファミリーマートのカルピスコラボミルクで仕上げるカルピスの出来たてフラッペを飲みたいと思います。最近ミルクで作ったカルピスとかそういうのがあったみたいですけど、それをイメージしたものがなく、まあそれ飲んだことないんですけど、最近ケシュクのカルピスって何を飲むのかな、など飲みたいです。それではチャンネル登録よろしくお願いします。では飲んでみます。飲んだ瞬間にカルピスのあの独特な甘さっぱさ、甘酸っぱさが口の中にふわっと広がっていて、シャリシャリとした氷が入っていて、それがまた違った味わいを出していて美味しかったです。カルピスが好きな方にはぜひ飲んでいただきたいフラッペだと思いました。というわけで文句なしのこちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントして。お楽しみいただけましたか？もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。We'll be right back.